皆さんこんにちは、ナオトです。今回は久しぶりにめちゃめちゃ面白い漫画を読んだので皆さんに紹介したいと思います。今大人気の鬼滅の刃とは全く別の面白さを体験できると思います。今回紹介する漫画はラストワルツです。ラストワルツは島田虎之介さんが書いた漫画で、単行本は2002年に出版されたんですが、これは2014年に出版された改訂版です。改訂版には島田さんの解題も載っています。もともと島田さんの最新作で、今年の文化庁メディア芸術祭の漫画部門で大賞を受賞したロボサピエンス電子を買おうと思っていたんですが、本屋になかったので代わりに適当にラストワルツを選んで買いました。後で調べたらこれが島田さんの一作目の漫画だったので、僕が読む最初の島田さんの作品としてちょうど良かったなと思いました。島田さんの絵はデビュー作とは思えないほど確立していると思いました。イラストっぽい絵で基本的にとても可愛い絵なので、暗いエピソードもあるんですが、この絵のおかげであんまり暗い気持ちにならなかったと思います。またシーンの変わり目で前のシーンのコマの左側に次のシーンのセリフを入れる手法はすごいドラマや映画っぽいなと思いました。声だけ先に聞こえてくる感じです。でも何と言っても僕が一番驚いたのはストーリー構成です。最初の方のエピソードはそれぞれ別の話なので短編集みたいな感じなんですが、後半になると一気にストーリーが一つにまとまって壮大なテーマが見えてきます。こんな構成の漫画は今まで読んだことがなかったので、まずそれが一番の驚きでした。漫画の最後の解題によると、島田さんはカート・ボネガットの小説猫のゆりかごから着想を得たみたいなので、もしかしたらその小説もこのような構成かもしれないです。解題を読むと島田さんの膨大な知識量に圧倒されます。小説や史実からの引用数が半端じゃないと思いました。でも天使が出てくるシーンのあるカットは広角機動隊のアイディアなのかなと思ったんですが、それは解題には書かれていなかったので偶然似てしまったのかどうなのかちょっと知りたいです。前半部分の短編集のようなそれぞれのエピソードには実際の歴史上の人物や出来事が出てきます。ナチスやガガーリン、チェルノブイリやジョージ・ワシントンなどです。なので最初に読んだ時は漫画で読む世界の歴史みたいな漫画なのかなと思いました。ですが明らかにフィクションだとわかる部分もあるので、どこまでが本当でどこからが嘘なのかなと思いながら読んでいました。ブラジル製のバイクの話や宇宙に行けなかった元宇宙飛行士の話、そしてチェルノブイリ事故で生き残った消防士の話などです。さらに漫画の中のあるキャラクターが書いた SF 小説の話もあります。その SF 小説にも歴史上の人物が出てきます。なので私たちがいる世界、ラストワルツの中の世界、ラストワルツの中の小説の中の世界、この3つの世界、3つのパラレルワールドを私たちの意識は行ったり来たりすることになります。すごい複雑な構成なんですが、読んでいて複雑とは感じなかったので、そのテクニックも素晴らしいなと思いました。そして後半から終盤にかけて徐々に壮大なテーマの漫画へと変貌していくんですが、同時に辛辣な風刺も描かれていると思いました。英雄の物語が本人の意図しないところで利用されたり、語られている物語が実は企業が作ったものだったり、現代の物語の扱われ方に対する風刺のようなシーンが描かれていると思いました。それとは別にメディアや周りの空気に流される大衆も描かれていて、そのシーンも風刺と捉えることができると思います。最も印象的だったのはあるキャラクターが共産主義が目指すユートピアを否定しているシーンです。 SF の要素も入れつつ実在の人物も出てくるこのシーンはラストワルツの中の一つのハイライトだと思います。もちろん読む人によってはこのシーンに対する批判があるかと思いますが、このシーンがラストワルツの批評性を高めていることは間違いないと思います。
この作品では歴史の陰に隠れた語られざる人生をいくつも読むことができます。それが本当にあったことなのか、すべて島田さんの創作なのかを確かめるためにインターネットでいろいろ調べていたんですが、その過程で歴史そのものへの興味も湧いてきました。語られている物語も少しずつ勉強していこうと思います。これからも YouTube であんまり語られていない漫画を紹介していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。この動画のスクリプトと単語リストも下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。